関東学園大学は、群馬県大田市藤谷区町202本部を置く日本の私立大学である。1976年に設置された、大学の略称は、関煙大漢学大学園創設者である、松平浜子が次回の特目とした、経営は、温順、出実を、見学の精神とし受け継ぐとともに、現代社会で生きるために必要な、 自主創造の精神を培うべく知識を養うことと同時に豊かな人間形成を尊重した学徳一体の人間教育北関東の研究のそのを理念としている。細谷駅から徒歩5分、また付属の高等学校は立林市大谷町にある。近年は縦林にベルボトナル法を日本で唯一導入したベルボトナル研究所を設立。 未末祭という学園祭に力を入れており、毎年アイドルやミュージシャン等タレントの招致や、近年ではラジオでの公開放送を行うと、盛況である。マルサス研究、ー田スポーツ学校、ー田インターチェンジティ地域活性研究会言語、聴覚に関するハンディキャップを持つ児童に対し、教育を行っている。さらに特別支援学校教員、言語聴覚士に対し、 ベルボトナルポーの講習も受けることができる。ベルボトナルポーに関する研究所としては国内唯一の貴重な研究機関である。平成27年度に地方創生に関する研究及び地方創生を推進し地方の発展に寄与することを目的として設立。所長を含め7名の教員が所属している。国内大学、ありがとうございます。